はいどうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。昨日は雨で中止になりましてですね、神宮でヤクルト3連戦だったんですけども、まあ2連戦ですね、昨日、中止、金曜日が中止で、で、今日明日が確かデーゲームね、今日はデーゲーム、明日も確かデーゲームだったと思うので、まあこのデーゲーム2つ、ヤクルト戦ということで、まあ最下位のヤクルトですからね、まあ、やっぱりここを勝っときたいなというところなんですけど、普通、雨天中止になるとですね、まあ、休めるからね、特にピッチャーなんかは、まあ、少し休めるから、まあ、恵みの雨っていう、いうふうに言ったりするんですけど、まあ、昨日の雨に関してはね、ちょっとその おとといのゲームで結構いい感じで8点取ってですね、打線がちょっと復調気味かなっていう、まあ、できればその勢いのままでこう、すぐ次の日試合って行きたかったところですからね、ちょっとね、水を差された、っていう感じかなと、ちょっと嫌な感じがしてたんですよね。まあ、ピッチャーはね、そんな言うほど、まあまあ、休まないと回らんほど今、困ってるわけではないですけど、どっちかというと打つ方がね、ようやくこう、波に乗ってきたなと、このまま行きたいなっていう感じのところで、ちょっとこう、水さされてしまったっていう感じで、これで流れが止まらなかったらいいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと案の定というか、ちょっとまあ、心配してた通りのですね、今日はゲームになってしまったなっていう感じですよね。まあもう今日はもうとにかく、まあいいとこ何一つなかったみたいな感じですね。悪いとこがまあ全部出たみたいなですね。まあそんな感じだったんですけれども、まあまあ、これで阪神今日負けてですね、ヤクルト勝って、広島が今日ね、勝ってますからね、これで4ゲーム差ですから、まあ、首位とのゲーム差あんまり離されると後からね、追いかけるの難しいということで、まあ過去にはね、10ゲームひっくり返したような、まあそういった、まあチームもありましたけど、まあ基本的にはまあ5ゲームぐらい、よりも離れてしまうとちょっとしんどいなというふうになってきますから、まあ、もうそろそろ黄色信号かなと、これ以上こう離されてしまうとね、良くないのかなと。まあ、今日もですね、まあ、巨人とね、広島やってましたけど、ちょっともっと巨人の方もちょっと、まあ、決め手にかけるようなですね、最後追いついたのにすぐまたね、ホームランでね、バルドナードが打たれてみたいな、そんな感じですから。まあ、ちょっと、まあ、どこのチームももう勝ち、なんていうんですかね、決め手にかけるというか、勝ったり負けたりみたいな中で、ちょっとこう、相対的に広島がこう浮き出てきたかな、みたいな、そんな感じですよね。だから、広島が強くてガーって走ってるっていう感じじゃなくて、こう、どこのチームも決め手にかける中で、比較的マシなんが広島みたいなですね。だからそんな感じ。まあ、ピッチャーが頑張ってるっていうところですよね。で、阪神も同じようなチームカラーなんですけど、ピッチャーがね、頑張ってるっていう感じなんですけども、ちょっとさ、最近ピッチャーがこう、へばって、来たのかなというところでね、今日なんかもちょっと伊藤が崩れてしまって、もう先発ピッチャーが崩れたらもう勝負にならんっていうのが今の阪神ですから、DeNA とかね、ヤクルトはね、そんなにピッチャー頼りのチームじゃないので、ピッチャー崩れても、まあ打って逆転してなんとか勝つんだっていうことができるんですけど、今のは阪神で先発ピッチャーが崩れてしまうともうどうしようもないっていうですね、まあもう今日はもうほんまにそんな感じの試合やったなっていう感じですね。で、その雨天で一個中止になりましたからね、ローテーションどうすんのかなと思ったんですけど、もともと金曜日は西が投げる予定だったんですよね。西で、今日伊藤ね、予定通りで、明日はビーズリーだったんですけど、この明日もビーズリーのところに西を持ってくるっていうね、でビーズリーを一回飛ばすみたいな、そういう話を、されてましたんで、まあ今日はまあ予定通り伊藤だったんですけども、ちょっとね、伊藤がね、ピリッとせんですね、ずっとね、こう、まあ前も前回かな、ホームラン、スリーランね、打たれて、エラーで出たランナーをホームランで返されるみたいな、もう最悪な、こう、失点の仕方で、まあ負け投手になってみたいなね。で、今日はどうかなと思って見てたんですけど、もう立ち上がりからあんまり良くないですね。もうとにかくコントロールがもう全然定まってないっていう感じですよね。もう全部高く浮いたり抜けたりですかね、もう最初の方は。で、フォアボール、左フォアボール、先頭にフォアボールね、出して。だから、伊藤の、なんて言うんでしょうね、真骨頂というか、もう生命線はコントロールですからね。これがもう、あかんくなったら、もう波のピッチャー以下ですからね。球のスピードはもう140いくかいかんかぐらい、ですから、球のキレとコントロールで勝負するっていうタイプですからね。それがコントロールを乱してしまったら何も武器が残らんみたいなですね。まあそんな感じに、なるなっていうところで、いきなりですね、先頭にフォアボール。今日1番丸山やったと思うんですね。丸山宮本っていうね、今日1、2番を組んできた。まあ、ね、西川がね、ずっと 1番打ってたりしてましたけども、まあ今日は丸山ということで、まあ、この辺もね、まあ塩見が抜けてですね、ヤクルトの方も。ただまあ新しい選手がこうね、カバーして埋めてっていう風に、まあまあ、出てきつつあるなっていう、そんな感じですよね。で、
もういきなりフォアボール出してですね、で2番宮本やったんですけど、これも、完全に要するに初球完全なボール、2球目ストライク取りに行ったとこ打たれるみたいな、そういう感じとか打たれ方もこれ非常に、だからそのボールがこれね、あのボールストライクがはっきりしてるんですね。はっきりしたボールがいって、でストライク取りに行ったところを狙い撃ちされるみたいな感じで、もう初回はですねボコボコに打たれてたというか、ね、2番の宮本に引っ張られてですね、で1、3塁作られて、で3番オスナにタイムリー打たれて、これもインコースのカットボールだったんですけど、これが甘く入ってですね、これがまあいわゆる、ストライクボールがはっきりしてる球っていう感じですよね。これがもう本当だったらもっと際どいとこね、そのいわゆるこうストライクかなと思ったら、そこからちょっと食い込んできてボール気味のところに行くみたいな球が、まあ、真骨頂ですね。そしたら相手はストライク来たと思って振りに行ったら、そこから動くから、まあ空振りしたり詰まったりするということですね。だからここはおそらくそれを狙って、もう、初回のノーアウト1、3塁ですから、これはもうねダブルプレーで、ね、1点しょうがないっていう、そういうような、狙いで行ったはずなんですよね、これインコースで。それが球1個分半個分甘くなったら、これがヒットになってしまうっていうところですから、ここがね、今日はもう全然あかんかったなと。でこれインコース引っ張られてですね、ヒットになって、もう早々に1点取られてですね、まあなお 2、3塁かなんかですよね。でここで、ここから4番の村上がセカンドゴロね、2点目入って、でなおセカンドランナーがサード行ってますから、サードね行って、で、で5番サンタナかなが犠牲フライですよね。これもだから、ゴロを打たせないといけないところ、簡単にこうやって犠牲フライ打たれてしまうっていうのはですね、まあ非常にこう、まあまあ、今日のですね、悪い部分が、初回いきなり3点取られてですね、もうこれでもう、はっきり言って、今の阪神打線はもうこれで意気消沈ですよね。もう3点取られたらもう終わるわ、みたいな。今の阪神が勝とうと思ったら、もう 0-0 で行くしかないわけですよね、ずっとね。0-0 で行って、中盤ぐらいになんとか、こうね、2巡目、3巡目になってきた時に、なんとかこう、対策を練って対応して、相手から点を取って、逃げ切るっていう。それか、もしくは、初回に1点、2点取るっていうですね、これしかないわけですよね。で、その僅差のまま行く。だからピッチャーが頑張るっていうのはもう大前提なんですね。ピッチャーが崩れたら、じゃあそこからもうじゃあね、こう跳ね返せるかって言ったらもう跳ね返せないわけですから、これがちょっとですね、もう今日いきなりもうこれ3失点で、もうここでもう勝負あったなみたいな、そんな感じですよね。で、2回はですね、これ下位打線に行きますから、ここなんとか3人で行って、これ乗っていけるかなと思ったんですけどね、まあ球その抜けたり上ずったりっていうのはなくなったんですけど、最後の方まで結局細かいコントロールっていうのはね、修正できなかったですからね、まあ本来のね、もうボールかストライクかわからんみたいなですね、でギリギリ狙ったやつがこうストライクになってですね、あ相手からしたら、あこれストライクかみたいな、でこうもう手出さざるを得なくなって、でその際どい球に手出してもらって、そっから曲げてね、空振りを取ったり芯外してゴロ打ってもらったりとか、そういうのがまあ真骨頂なんですけども、もうはっきりしてるわけですね、あストライクや振ろうみたいな、あボールや見送ろうみたいなですね、相手は迷わないですね、きっちり狙い球絞れるわけですよね、ボールってなって、よっしゃ次ストライク取りに来るから、それをきっちりと振っていこうっていう、まあ、こういう形でこう、まあ、待たれてしまうということですから、まあ、当然、まあ、打たれますよね。でそれでまあ、ね、150、160の剛速球がバンバン来るようなピッチャーやったら、それでもね狙ってでもこう打てないっていう、そういう球じゃないですからね。伊藤とかの場合はもう次ね、どういう球投げるよって教えてもらったら確実に打てるようなですね、そういう、タイプのピッチャーですから、ちょっとね相手がもう、思うようにこうね、振ってるって話、非常にこう、まあなんていうんですかね、まあ調子が良くないという一言で済ましていいのかどうかね、まあ調子の波っていうのはどのピッチャーも当然あるんですけども、まあ要するに疲労とかね、そういうのがね、大きく関わるわけですよね。その投球って体全部使ってやりますから、どっかがちょっと疲れてるとか、どっかがちょっと調子悪いだけで全体のバランスが崩れてしまうっていうことですね。そうすると、いつも通り投げてるつもりでも、それが球1個分上行ったり右行ったりするということですね。だからその18メートル先のところで球1個分のコントロールをつけるわけですから、もうちょっとしたことでそれがずれてしまうということですよね。でこれは修正できるときはいいんですけども、今ボールになったからちょっとストライクに修正しようと思ったら、こう甘くいっちゃってとかですね。まあそういう感じで、すぐに微調整ってなかなか難しいわけですから、自分の思っているところに球がいかんみたいなことになっているっていうのは、やっぱどっかに
なんていうんですか、疲れが溜まってるとかね。まあ、怪我とかじゃないと思うんですね。怪我やったら、まあ、もちろん二軍でね、直して調整っていう形だと思うんですけど、それじゃなくて、まあ、金属疲労ね。ずっと長いことをやってると、どっかに疲れが来ると。で、それ当然、休憩すれば治るんですけど、完全にその、蓄積された疲労が、完全に治るまで、やっぱり1年2年かかるって言われてますよね。それ要するに、細胞が全部入れ替わるね。細胞分裂して、新陳代謝で、骨とか筋肉の細胞が全部入れ替わるのが約2年ぐらいっていうふうに言われてますから、だから、ほんまに蓄積された疲労っていうのはもうね、そのぐらい待たないと治らんっていうか、だからそのどのスポーツ選手でもそうですけど、年ごとに調子のいい悪いがあるわけですね。この年はすごい調子いいけど、この年全然あかんみたいなですね。で、プロ野球のピッチャーなんか分かりやすいですね。そのいい年と悪い年が交代交代に来るっていうパターンがよくありますけども、要するにこれが あれですね、いわゆる1年経つと回復するんだ、また疲労が溜まって調子悪くなるみたいな、だからそういう感じで、だから伊藤なんかはもうしばらくもうちゃんと休んで体を戻さないと、ちょっとこのまま投げ続けても、だからいいピッチャーはその調子悪くてもそれなりに、試合を作るというかね、例えば調子悪い年でもなんとか2桁は勝つみたいなですね、負け越すけど2桁は勝つみたいな、ローテーションを守るみたいな、そういうのがいいピッチャーなんですけど、ちょっと伊藤の場合少し、まあ、このままね使い続けてもなかなか悪いなりに投げるっていうのはね、ちょっと難しそうかなという、ちょっと今日見てるとそんな感じにね見えてしまうなという感じですよね。でも阪神の場合は幸いなことにね、ピッチャーいっぱいいますからね、二軍にもね、あ、伊藤がかかってなったら門別もう一回投げてみようかってもいけますしですね、そろそろね高橋遥人一軍でとかね、そういうのいろいろいますからね、二軍にも。だから、伊藤なんかはちょっとこうね、どうするか、このままやったらまたローテーションね、剥奪ってことになりかねないなって、そのぐらいの今日は見てるとね、内容の悪さやったなというふうに思います。で、2回なんとかこれ、三者凡退でいて、これで乗っていけるかなと思ったんですけど、で、3回の先頭のね、まで打ち取って、これではまあ、よしよしは OK と思ったら、こっからですね、今度は味方に足引っ張られるんですね。こう、出塁さし、して、デッドボールかなんかでね、このデッドボールも余計なデッドボールだったと思うんですけども、これで出塁をして、で、これでオスナをですね、ショートゴロ、3番オスナショートゴロね。で、よっしゃ、これで、まあ、ゲッツーでね、この回も終わったわと思ったら、これを、セカンドゴロやったんですけど、セカンドから中野がですね、ベースカバーに入ったショートの小畑に転送したんですけど、これを小畑が取れずですね、この、中野が少しこう握り損ねて、ちょっと送球がねそれたんはありますけど、でもあれグローブ当ててますからね、あれは取らなダメですね、小畑はね。でこれ結局オールセーフになってしまって、こっから打線がまたつながっていくっていうことですよね。村上にヒットを打たれて、で満塁になって、でこっからさらにタイムリーね、サンタナのタイムリーと、それから長岡のタイムリーかなんかでもう2点取られてですね、これで5失点で、僕ここでも交代っていうね。だからこれ、まあ、味方に足引っ張られて、また、前と一緒ですよね。味方のエラー。で、その後それが失点になってしまうっていうですね。エラーしても、それをなんとかカバーしてですね、失点にならないように、まあ、非自責点っていうね、要するにエラーとかで失点してしまわないようにするっていうのも、まあもちろんピッチャーのですね、能力の一つですね。まあ自責点になるならんっていうのは当然、数字としてはね、あるんですけども、味方がエラーした時に抑えるっていうですね、これだってピッチャーの能力の一つだし、いいピッチャーはそれできるわけですよね。味方がエラーしたらそれをカバーすると。で、その代わりね、まあ、持ちつ持たれつですから、当然、守備で助けられることもあるし、打ってもらわないと勝てないわけですから、味方がエラーしたらそこはなんとかピッチャーは踏ん張るっていう、これも勝つピッチャーのですね、非常に大事な要素なんですけども、前回も今回も味方がエラーした後に点取られてしまうっていう、これも非常に、印象としては良くないっていうね、ことでどうしてもなってしまいますのでね。なので、もう、本当にもう、まあ、内容としては最悪ですよね。で、まあ、早い段階でもう、ピッチャー交代になりましたから、中継ぎもですね、長いイニング投げないといけないっていうことになってしまいますし、やっぱりちょっと先発ピッチャーのですね、役割っていうのを果たせているとは、ちょっとね、言えないかな。前回も今回もね。なので、これ2回とも先発失格みたいな、投球内容ですから、これ、次のね、ローテーションどうするかですよね。二軍でこう上げれる人がいたら変えると思うんですけど、まあまだちょっとね、二軍でこの人どやっていうのがこうね、なかなかこう出てこないっていう。まあ、いますよ。候補は何人かいます。及川もいますしですね。門別がちょっとね、なんか怪我か不調かなんかで少し外れたりしてましたから、門別ちょっと難しいのかな。高橋あるともまだ一軍ではちょっとまたね、二軍で今調整中みたいな感じですから、まあじゃあ誰を上げてくんねやというところになって、人がいなければもう一回伊藤でいくかもしれませんが、もしかしたら、
一回飛んでるビーズリーを糸のところに持ってくる可能性もありますんで、これちょっとどうするかちょっとね、まあ今後ちょっと楽しみにしたいなというふうには思うんですけれども、まあちょっと今日の内容ではちょっとしばらくね様子見ようかっていうのはちょっとしんどいのかなというふうに思います。まあ坂本とね組んでましたけども、リードがどうこうっていう問題じゃないですよ。今日のはね、その要求通り全然投げれてないわけですから、これはもう完全にピッチャーのですね自滅という感じですよね。はい。で一方でヤクルトのピッチャーは奥川がですね復帰して、まあずっとね怪我でリハビリとかずっとやっててね、なんで、まあ、丸1年投げてない年があって、今年また戻ってきて、まあ若いですかね、奥川、西純也とかと同じ年ですけど、及川とかと一緒の年ですから、まだ若いんですけども、まあ、丸1年投げれないっていう時期があったりして、で、戻ってきて、前回、勝ち投手になって、で今回っていう感じだったんですけど、まあまあ見てるとまだね、絶好調の時の奥川ではないなっていう感じで、球のスピードもそんなに150バンバンっていう感じじゃなくて、まあ、140半ばか後半行くか行かんかぐらいのまっすぐと、あとね、コントロールがいいっていうのが奥川の、まあ、代名詞みたいなね、感じだったんですけども、ちょっとそれも荒れ気味ということでね、あんまりフォアボール出すピッチャーじゃないですけど、今日はもうフォアボールバンバン出してですね、ちょっとまあ、だから再三チャンスは作ったんですよ、阪神の方もね。作ったんですけど、その、大体この四死球でチャンスを作ってですね。で、あと一本ヒットが出れば点入るっていうところで、こう、ヒットが出ないっていう、まあ、そんなんの繰り返しですよね。再三、ランナーは出しながらも、あと一本出ないっていう感じですよね。だからこの辺が、まあ、余計だったんですよ。エラーからの4点目、5点目というのは余計だったんですよ。これ3点差やったら相手にもっとプレッシャーがかけられてですね。で、攻めようももうちょっとあったと思うんですけど、5点差になってしまったらもう阪神の打つしかないしですね。向こうの方からしたら、まあまあホームランを打たれてもまだ勝ってるわ、いう感じで、もう困ったらど真ん中に投げときゃええわ、みたいな感じで来られるわけですよね。なので、3対0の時点で2回の、表かに少しこうコントロール崩してですね、フォアボール2人出して、でそこで少し球数がかさんでですね、これはちょっと攻め方によってはいけるんちゃうかっていう風にちょっとなったんですね、2回の時点で。ところがですね、その後すぐにエラーでこうね、まあ、4点目5点目取られてしまって、そこから少し奥川がですね楽になってですね、まあ、困ったらど真ん中っていう感じになってしまって、その困ってど真ん中投げてきたやつを阪神打てないみたいなですね感じで、で最後までこう球荒れてましたから狙い球も絞りにくいしですね、まあ、なかなかこれ、難しいなっていうところですよね。だからもう流れがもう全部悪い方にいってるわけですよね。もうとにかくそのまあまあだから伊藤が先頭バッターにフォアボール出したらもうこれが全てみたいな感じですけどね。ヤクルトからしたらランナーを置いてオスナ、サンタナ、村上っていうところに回すっていうのが得点パターンですね。もう本当にその通りにですね。今日はこう攻めることでできてるし、阪神の方はそれをやっちゃいけないのにそうねしてしまっているって、しかも自滅からですからね。自滅からとかね、守備のエラーからっていう感じですから。まあそれはもうちょっとね、勝てへんでっていうところですよね。阪神の方はですね、今日も近本を休ませて島田を使ってきて、島田は今いい感じでね、一番でこう機能してますよね。だいぶバッティングの内容が良くなったというか、変わったっていうかね、粘り強くなったというか、ちゃんと見極めようとしてるし、今までは簡単にですね、ポンポンフライを上げてですね、2、3球でこうアウトになっちゃうみたいなのが多かったんですけども、まあきっちり粘って球数も放らしたりですね、最後の最後当ててゴロを転がして、なんとか出塁しようっていう、そういう、気持ちがですね、今は見えてますから、まあ、非常にいいのかなと。その速球を上から叩こうという感じで振ってますから、まあ、ゴロで抜けていくヒットも多いし、その今までポーンとなんかポップフライみたいなね上げてしまうことが多かったんですけど、ゴロじゃないいわゆるフライのあたりでも、ね、鋭く低く鋭いですねラインドライブがかかって、っていうようなちゃんとした当たりをですね、打てるようになってるなというところですね。非常にこう、まあ、バッティング内容見直したんかなというふうに思いますけど、結構いい感じですよね。で出塁をすれば、足は当然ありますからね、近本と同じぐらいの足ありますんで。で、守備もですね、守備範囲広いし、肩は島田の方がはるかに強いですから、守備範囲とか守備のうまさは、ね、守備のうまさで言うと近本の方がね、うまいかなと。島田は足速いけどね、ちょっとたまにこう、守備でポカしたりすることありますけども、肩は島田の方がはるかに強いですから、ぐらい、今ぐらい打ってくれたら一番でね、近本の代わりに出ても全然こう問題ないっていう感じですよね。だからまあ近本今のうちにまたゆっくりとですね、こう、バッティングの調子を見直してですね、これさっきの伊藤と一緒ですね、金属疲労みたいなのがあるでしょうから、その辺ちょっとこう、見直していく必要があるのかなというふうに思います。まあ島田はね、今
こう代役でうまくやってくれてますから。ただ阪神の方は島田とか中野が出ても中軸で返せないっていうのはですね、やっぱり今日もありましてですね、だからその森下、大山ですね、前川、佐藤ね、この辺が打てば点入るし、打たなかったら点入らんっていう、まあそういうような状態、当たり前ですけどね、まあそういうような状態になっていると、今日はその奥川を全然こう、まあ打つことができてないなっていう、そんな感じですよね。だからそのコントロールに苦労して、もうちょっとで崩れそうな奥川をですね、助けてしまってるわけですよね、阪神の方はね。まあ特に森下があんまり内容良くなかった。かなというふうに思います。大山ちょっと上がってきてね、佐藤も上がってきてますよね。で前川もそんなに悪くはない感じがね、いい当たり、島田と一緒ですね、打球の質というかね、アウトになってもちゃんと鋭い打球がね、だからもうきっちりと上から叩いてるっていう感じですね。ラインドライブがかかってこう鋭い、低くて鋭い打球っていうのが飛ばせてますから、前川と島田は今非常に内容としてはいいのかなという感じですね。で中野とかを森下、この辺がまあなんとか頑張ってるみたいな、中野はもうなんとか当てて逆方向に、ただそのいわゆる先ほどですね、その打球の質みたいなんでいくと中野はちょっとまだね、弱々しいというかね、やっぱポップフライ気味のが多いですね。こう叩きつけてゴロで抜けていくような当たりが出てくればね、また調子も上がってくるんでしょうけど、今日もヒット一本ですけど、あれは逆方向にちょっとポーンと上がったですね。まあ感じで、あれもっと鋭くですね、打てば、あれ左中間ね、抜けてて二塁だってなっててもおかしくないんですけど、まあ、そのいったところがまだちょっと中野もね、乗り切れないところかなと。森下もちょっとまだね、っていう感じですよね。この辺が今、こっからさらに調子が上がってくるのかどうかね、今がもう、今年のピークだよみたいな感じだとちょっと苦しいなっていう感じで、こっからちょっとさらにね、上げてきてほしいなというところですよね。で、まあ、今日はね、その、まあ、ね、序盤で試合が潰れちゃったので、途中から継投になったんで、結構ね、先週いろいろ代打で使ったりとかしてましたけども、今日はね、野口がね、デビューしましてですね、野口ね、2軍で、3割ぐらい打ってですね、で、1軍初登録で、今日いきなり代打で使われて、そのままレフトの、ライトの守備かな、ついて、プレイしてましたけれども、まあ、こういったね、新しい風みたいなのを使ってみるっていうのも一ついいかもしれません。今、前側はちょっと外しにくいし、島田も外しにくい状態ですから、森下がねちょっと今もしかしたら、明日あたりですね、森下じゃなくて野口で行ってみようっていう風になるかもしれないですね。ちょっとカツを入れる意味でもね、甲子園のね、その8点取った試合で森下も打ってましたから、それで今日外しづらくなったと思うんですけど、今の感じやったら森下そのまま使うよりか野口使った方が、まあ、新しい風みたいなのがね吹き込まれていいのかなというふうにも思ったりしますし、まあ上げてくるということは2軍で調子いいということですから、基本的には岡田監督が上げてきたらすぐ使いたいっていうね、そういうような考え方の監督ですけれども、まあまあね、レギュラーが頑張ってるうちは当然変えることできませんから、島田が今頑張ってるからね、やっぱりこのまま島田がこう結果を残し続けてたらもう島田を当然使い続けることになるでしょうし、前側もね少しずつね1軍に慣れてね良くなってきてますから、ちょっとこれやばいですね。近本とかね、森下とかこの辺はもう安泰やと思ってたら、ちょっと今もう追いやられ始めてますから、この辺はプロですからね、当然、チーム内競争もあるわけですから、ちょっとこの辺はねチーム内競争が活性化することをですね、ファンとしては期待したいなと。これで野口がね明日とかね、スタメンで使われてホームラン打ったり活躍したりしたら、これでもうかうかしてられなくなりますからね、近本とかね、森さんもようやくこうね、危機感を持つかなというふうに思ったりしますんでね。ちょっとこの辺、少し、野口の活躍っていうのはね、今日デッドボールで1出塁ありましたけどね、もうちょっとね、バッティングを見てみたいなっていう感じですから、ちょっとこの辺は楽しみにしていきたいな。当然、豊田もいますからね、豊田、野口ね、この辺がどういう風を吹き込んでくれるかっていうのも、まあ、阪神にとってはね、必要なことなのかなというふうにも思います。まあ、結局だから、このまま5失点して、まあ、そこの後ね、村上にホームラン打たれて6失点になって、これでまあ、奥川がスイスイ行けてしまったっていうのはね、途中何回も崩れそうになった場面あったんですけど、これ要するに、僅差やったらあそこで打ち崩せてたと思うんですね。そう、例えば 0-0 で行ってる場面とかね、1点負けてるとか2点負けてるぐらいやったらあそこでですね、打ち崩せたと思うんですけど、俺も5点あったらさすがにね、まあまあ、まあ、いけるよっていう感じになっちゃう。で、まあ、奥川が乗ってくるようなことになるとですね、これやっぱりチームにとっては大きいことだし、ライバルチームにとっては、それはちょっと困るというか、痛いことですからね、ちょっと乗せてしまったのはまずかったのかな、というふうに思います。で、まあ、昨日中止ですからね、今日負けて、明日何としてもやっぱ勝っときたいわけで、明日どういう試合をするかっていうのがね、非常に大事。今はもう阪神、カード頭全く取れない状態ですからね、
あの、カード頭、ま、負けたり引き分けたりしてね。で、最後に1個勝って、なんとかこう、3立ては免れるみたいなのがずっと続いてますから、ちょっとね、苦しいなと。今は我慢の時期あって、ずっと言ってるような気しますけどね、この我慢の時期、なかなかこう、超えられないっていう感じですから、ちょっとね、もうちょっとこう、スカッとしたですね、いい内容のある試合ですね、これやっぱりやってほしいなというふうに思います。はい、ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。